どうもこんにちは。アプリの銀行でみんなの銀行っていうのを紹介したことがありますね。これ30万儲かるアプリですね。銀行の口座開設をこのスマホの中にするわけですけども、開設した瞬間に1000円入って、で人に紹介するとそのたんびに1000円2000円と入っていって、最大30万まで報酬もらえるってやつですね。それから第一生命のネオバンクっていうのも、こちらの方も紹介させていただきました。こちらの方は最大で7万5000なんですよ。このように銀行アプリで30万7万5000円と稼げる、まあそういうのが出てきて、まだまだ続くんじゃないかなと思いましたら、JR が出してきましたね。JR の e バンクっていうサービスが今年令和6年の5月9日からサービスをスタートするんですけども、こちらの方がなんとですね、まあ e バンク、 JR e バンクがね、開設しましてアプリに搭載します。そこに50万円を入れておくだけで、グリーン車の追加料金がね、こう年間4回だったと思うんですけども、タダになるというね。まあですんで、新幹線乗るたんびに追加料金のいらないグリーン車を選べるってことなんで、これはちょっと得なんじゃないかなと思います。まあグリーン車のね、追加料金ってその何千円かしますからね。確かね、広島から大阪ぐらいでプラス4000円とかじゃなかったですかね。で東京までが8000円とかだったかな。うん、ちょっとうろ覚えなんですけども、まあまあ結構するんですよ、グリーン車の追加料金。でもグリーン車はまあ席もゆったりですし、ちょっと厚手のおしぼりも来るし、サービスは細かいし、まあ何よりもね、人がいなくって楽なんですよ。うん、指定席ってほら、隣に知らない人が座ったりとか、3列席だったら真ん中とかにこうやってね、肩をこう小さくして座ったりするじゃないですか。グリーン車ってそもそも席が広い上に基本的に隣いないんですよ。だから貸し切り状態でリラックスして乗れるんじゃないかなと思いますけどね。まあそんな情報でございました。概要欄から JR e バンクのサービスご確認ください。それでは。